スノーポールの設置作業は雪のシーズンを前に今月21日から始まっていて、この日は鳥取県との県境で蒜山上徳山地内の国道482号線で行われました。この辺りでは冬の時期に平均して50センチから60センチの積雪があります。スノーポールは積雪時や降雪時に通行するドライバーの安全のため、道幅が分かるように立てられます。この日は岡山県から業務委託を受けた地元の業者2人が作業に当たりました。この日は岡山県側の 1.3 キロの区間に長さ3メートルから4メートルのスノーポール80本を設置しました。このスノーポールは12月から3月まで行われる除雪作業の目印にもなります。美作県民局管内では真庭市北部と新庄村の国道と県道合わせて18の路線にスノーポールを立てることにしていて、作業は12月初旬まで続く見込みです。